相田ダ次は、日本のジャーナリスト、関西大学客員教授、共同通信客員論説委員、上智大学メディアジャーナリズム研究所客員、研究員、米論男子アメリカンパーパス編集委員、朝日新聞社、報道と人権委員会委員、公益財団法人アメリカ研究振興会理事、同志社大学一新教学義は研究センターのリサーチフェローを務める。 2020年3月まで、青山学院大学教授。マイケル・ハワード、ウィリアム・ヘイグ、塩崎・康久、ティモシー・ヒッチンズと、林・圭一小泉・慎次郎、長島・秋久、マイケル・ハワード、田中・ヒトシラと埼玉県生まれ。1976年東京外国語、大学英米5か卒業後、共同通信社に入社。神戸市局、大阪社会部、外信部、 ワシントン特派員、ジュネーブ支局長を経て、2002年8月から2005年7月まで、ワシントン支局長。その後、一般社団法人共同通信社論説委員長、特別編集委員や、公益社団法人日本記者クラブ理事、朝日新聞社、編集権に関する審議会審議委員などを、歴任した。2006年から7年まで、 東京外国語大学で非常勤講師を務め、上智大学非常勤講師、2015年から2020年まで、青山学院大学教授を務めた。2010年度、トヨタ財団研究女性プログラム選考委員長前、ロンダンシザ・アメリカン・インタレストの編集委員を2020年まで務め、同志休館とともに、後ろ身のアメリカンパーパス編集委員となった。以下の、 外部リンク参照、ありがとうございます。